こんにちは、ケイスケです。今日は月曜日、とてもいい天気ですね。前回四国まで走って、その帰り雨でずた濡れだったんですけど、ちょうどそれから丸1週間経った今日ですね、広島は曇り空なんですけど、ちょっとね、雨に濡れたままで1週間放置しましたから、こちらでね、一回走ってみてね、調子見たいと思います。ここはね、廿日市市ということで、もうちょっとすると、宮島が見えてくると思いますので、ぜひね、宮島といっても鳥居は見えないですね。島がちょっと見えますから、ぜひ、その風景楽しんでいただきたいなと思って、途中カットしながら行きます。さて、自宅から5分走ってきたところでですね、このように、海が開けてきます。ちょうど目の前にね、瀬戸内海が広がって宮島がね、見えると思います。皆さんが今正面見えてるのが宮島ですね。はい、ちょうど宮島が今目の前に見えてます。僕の住んでる廿日市市っていうのは、このようにね、宮島がある町ということで有名です。僕らね、近すぎてあまり宮島に行くことはないんですけど、ツーリングのとね、行き帰りではだいたい目の前を通っていくような感じになります。そしてバイク好きの人だったらおそらく知ってると思いますけど、ちょうどそこの僕が指さしたところが、平和モーターサイクルさんですね。もうチョッパーとかカスタム、チョッパーといってもロングフォークのチョッパーとかじゃないんですけどね、コンパクトなユーロ系カスタムとかでは、ホットロッドショーなんかでも何度ももう優勝してきていってまして、海外の遠征も多いショップさんですが、めちゃくちゃ近くにあります。そんなにね、多分おそらくファンの方からしたら、そんなに近くあるんなら1台作ってもらえよという話、だと思うんですけど、僕もなんかね、今なんとなくタイミングを逃してしまって、僕どちらかというと乗りたい派だし、自分でいじりたい派なんで、カスタムを待つね、なんかもしかして、わかんないですよ、僕、平和さんが何ヶ月待ちとか何年待ちはわかんないですけど、単純になんかね、そのプロセスが結構めんどくさくて、僕お金払ったらサクッと仕事してほしい、要はそういうタイプなんですよ。ですからバイク預けたまま1年待つとかちょっと我慢できないし、結構ね、サクサクっと話が進んで、はい、もう次の日からスタートしてくれますみたいな感じのことを求めちゃうんでね、仕方ないですよね。そういうのを求めるから、なんかこういうこのレオンチーノも行ってその日にも決めてすぐ帰ってね、サクッと納車してもらった感じなんで、僕がなんか納車待ちがね、何年とかだったりとか、何ヶ月だったら僕は買ってないと思いますね、多分。だいたいそういう出会いとかタイミングとか結構重視するタイプなんで、またね、そういうタイミングがあったりとか出会いがあったらね、カスタムショップさんにお願いすることはあるかもしれないなと思います。今は、このレオンチーノがいいなということで、このバイク乗ってね、レオンチーノの話ばかしなんで、多分僕のこのビデオを見てね、楽しめる人っていうのはおそらくごく限られた層になるのかなと思います。それでもなんかね、レオンチーノ250を買った人の結構参考になったって言ってコメントいただくんで、意味はないことはないかなと思いますね。もともと僕はハーレーダビッドソンの店と BMW モトラードを統括してるモータースで仕事してたんで、もともとはバイクのセールスマンなわけですよ。でその、バルコムっていうところなんですけど、バルコムでハーレーダビッドソンはじめはセールスやってまして、その後今度は二輪の本部ということで BMW のモトラッドの管理とか、もちろんね、 BMW モトラッド店頭に出てセールスすることまではやってないですけど、ただもちろん詳しいですね、そのマーケティングをやってたんで。あとはそのモータースさんがですね、
中古車二輪のショップを、まあ、開業するときに僕は立ち上げにいたんで、まあくしくも国産車とか中古車っていうのね、まあもちろんハーレーと BM は中古車扱ってるんでよく分かってましたけど、国産中古車を扱うようになって、なんていうかな、間口がだいぶ広がったとは自分でも思います。その当時は車のセールスの方の管理もやってたんで、中古車の査定とか、まあいわゆるネット掲載、バイクのネット掲載、査定、まあ査定士もね、免許というかライセンス持ってます。で保険の取扱者の免許も取りましたから、まあ、結構ねそういう意味じゃバイクは結構本気でセールスやってたんですよ。でまあこういう元ブロガーさんでね、バイク好きな人って多いと思うんですけど、バイク好きでなおかつセールスやってたっていう人はね結構少ないかなと僕は見てる限りですね、まあ思ってますので、まあそういう視点で話題がちょっと交えられると今後僕のこの動画も見る人多いんかなとは思います。まあ、せっかくの道中なんでね、僕いつもこの最近はもうベースレッスンの動画も撮ってないし、そういう音楽的なうんちくの動画も撮るのやめたんですよ。まあ単純に、まあ、時間がもったいないということでやめたんですけど、このねバイクに乗って喋るっていうのはね結構ありですよね。なんでかというとね、一人で僕ほとんどツーリングするんで、さすがにソロでツーリングしててね2時間黙っとく結構きついんで、まあその間結構こうやって喋ってね、思ったこと喋ってるって結構楽しいというか、しかも風景見ながら喋るとだいぶね頭の回転が変わってくるんで、でまあこのバイクの話今触れたように、元セールスマンだというようなことも踏まえてですね、まあ今後買いたい方の参考になってくるといいかなと思って、まあ、こうやって乗りながら話してます。まあ、前回ね、おそらくね往復600キロぐらいを小雨とか雨の中で走ったんですね。で僕はチョッパー乗ってた時ってもう雨なんか絶対乗らなかったんで、一つねやっぱこういうバイク当たり前ですよ、こんなレオンチーノだからじゃなくて、やっぱりね市販のバイク優秀なんですよ。もう簡単に言うともう優秀ですね。まあ豪雨の中も走りましたけど、全然カッパ着てれば問題ないですね。むしろねバイクの性能じゃないんですよ、そうなってくるとカッパの性能です。雨がっぱがいいかどうかの方が優先順位が高いですね、これは。なのでねもう雨においてはバイクの性能とか関係ないですね。服装とか本人の意思とか本人の精神力の方が大事だって、もう奥さんがね僕の前回のブログとか連動してもらえるんで見てもらったらいいんですけど、うちの奥さんね徳島を 夜の10時過ぎに出て神戸までまずね淡路島経由して行ってるんですよね。神戸で夜中の2時ぐらいになんていうのスーパー銭湯みたいなところで仮眠して、で次の日大阪で奈良の方まで行ってるんですよね。奈良の方まで行って、そして次の日はまた大阪、まあ次の日というかその大阪を探索して、なんか帰ってきたのが ETC の割引使いたいから夜中のなんていうのかな割引あるじゃないですか、それに使って帰るということで夜中帰ってきましたよ。要は僕よりもね丸1日長く走って、なおかつ奈良の辺まで行ってるわけですね。ボルティ250ですよ、ボルティ250ですからね。正直言って現行のバイクボルティ250よりも不利なバイクないでしょう。まずだからね20年落ちなのかな、おそらくそれぐらい経ってると思いますけど、20年落ちの空冷の短気筒のボルティ250で広島からね奈良の辺まで行って帰ってきてるわけですから、正直ね排気量に関する議論はいっぱい出てると思うんですけど、もう僕は排気量は全く関係ないと断言します。ハーレーダビッドソンとか BMW 売ってた人間が言うんですからね、関係ないです全く。単純に乗る人間の気力と体力の方が関係ありますね。
要はね、リッターバイク乗ろうが何しようがね、例えば僕リッターバイク乗ってても無理なんですよ。そんなに夜そもそも走る元気がない。まあレーシックをして目はいいんですけど、ちょっと夜光が弱いと、まあレーシックしてるとね、ちょっと光の弱さにね弱いみたいで、やっぱり夜ね、多分普通の人よりもすごく暗くなってるんですね。だから街灯がないね、夜道を走るのはね、むちゃくちゃ怖いんですよ。だからもう単純にそれで走れないですね。で、僕はやっぱりあと暗い場所走るの、まあそもそも苦手なんですよ。子供の頃の多分トラウマなんだと思うんですけど、暗い場所でなんかね、走るのトワイライトゾーンとかなんかの映画を見た、なんかそういうシーンがあったんじゃないですかね。で、それでね、なんか暗いとこ走るとなんか違う異次元にね連れて行かれるようなトラウマが子供の頃にからあって、なんかわかります？夜暗い道走ってると自分が知らない世界に行ってしまうみたいな。なんか今ね52歳ですけど、多分そのいうなんかね感覚と怖さがまだ残ってて、ちょっとなんかね精神的に危ないのかもしれないですけど、とにかくね夜一人とかで走る、山の中走るとかがめちゃくちゃ苦手なんですよ。まあ単純に怖いということで、まあなのでどっちみちリッターカー乗ってようと無理なんですわ。なので僕にとってリッターカーであるかどうかはもうほぼ関係ないと。でもね、多分こういう人多いんじゃないかなと思うんですよ。そんなにボロボロになって走りたいわけじゃない人だって多いと思うんですね。で、僕キャンプもまず苦手です。で、寝カフェみたいなので泊まったことない、僕の記憶は正しければないですね。スーパー銭湯は1回だけあるね。でももう無理と思いました、周りの人の音とか。一度だけ、人生で一度だけスーパー銭湯はありますけど、なので僕も寝カフェで泊まるとかまあ無理だし、スーパー銭湯で泊まるとか無理だし、なので、まあ、ホテル今回も泊まったんですけど、まあ、なんでね、250cc かどうかの話っていうところで言うと、結局ね、走り手の体力と根性の方が優先度が高いんで、まあ、僕は別にリッターカー乗ろうと無理なものは無理っていうことですよね。なので悩まれてる方、 250cc か大型で悩んでる方、特に限定解除してる免許持ってる方は悩むと思うんですけど、はっきり言って関係ないです。僕も奥さんも限定解除してますから乗れるんですけど、もう2人で250乗ってるし、もっと言えば普段は 250cc じゃなくて原付のバイク乗ってることのも多いんですよ、近場だったら。便利だからね、原付バイク7台か8台持ってるんで、まあ、それ乗ってます。で、今 400cc のバイク家にもあるけど、別に400はあえて乗らないし、まあ問題ないですね。なのでもう肩を押す、背中を押すということで言うと、大型バイクをわざわざ買う必要はない、欲しければ買ってくださいという感じです。そこの差じゃなくて、単純にそのものに魅力を感じてる人を買えばいいって感じですよね。わざわざそれを大型っていうことを特定して買う必要もないし、250だったらバカにされると思う必要もないです。ちなみにですけど、僕250でこれ乗り回ってますけど、マウント取ってくるおじさんとかに会ったこともなければ、話しかけられたこともないです。結局これもオーラだと思うんですよ。体から発するオーラで、そんなこと話してくるなというオーラを出しておけば寄ってきません。人は少なくとも僕の風貌見た目では寄ってきません。多分ですね、それはそういう人はね、どこかにそういう、なんていうかな、後ろめたいオーラを出すから、そういう風に話しかけられたり言われるんだと思うんですよ。僕は言われることはまずないし、まあ、確実に論破できます。 100% 論破できますから、まあ、別にそれを思ってるんで話しかけてこないんでしょう、多分。僕の奥さんもそんな話されたことないって言ってますよ。うちの奥さんの店はたこ焼き屋で、3丁目のタコボールってたこ焼き屋で、バイカーがめちゃくちゃ来る店なんですよ。もうバイク乗りめっちゃ集まってますけど、うちの奥さんがじゃあそれでディスられたって話は聞いたこともないですけどね。まあそんなもんっす。なので安心して 250cc 買ってください。
でね、 250cc のいいこと言いますよ、めちゃくちゃ今から。あ、おっと、今ここちょうどね、宮浜温泉のところなんですよ。ここがこの間ね、西村キャンプなんとかってあるじゃないですか、なんていうのかなあれ、バイキングの西村さんってキャンプとか好きじゃなかったですけど、あの人が広島に来た時にこの宮浜温泉取材に来てました。このね、この一角なんですけど、ぜひ、観光の方、この宮浜温泉来てみてください。あ、今ね、ちょうど瀬戸内海見えてまして、ここ気持ちいいでしょう。ちょうどまだまだこれ広島なんですけど、もうすぐね、山口県の方に入ってきます。広島ってね、めちゃくちゃいいんですよ、瀬戸内海。要はね、島がね、もう目前にあるというか、こういう海と島を見ながら生活できている環境です。で、これ僕名古屋なんかに行くと全然ないんで、あ、広島ってね、すごくいい街だなと思います。そして広島ってね、もう、まあ、当然どの県もそうですけど、あの隣の県に行くっていうのはね、特に広島だと山口県、またあちらの岡山県とかね、まあ、県をまたいでないですけど、福山とか尾道っていうと僕らからすると隣の県ぐらい遠いので、ああいう観光地尾道なんか、なんか三原とかにね、あの同じ広島なんですけど、距離的に言うともう隣の県ぐらいな、僕から言うと距離があるので、そういうね、観光スポットにも行きやすいし、このツーリングシーズンいいですよね。あえて僕は今日ちょっとね、本当は山の中通っていった方が早いんですけど、あのこの湾岸を走っていってます。最高なんでね、まあ、ここずっと今話聞いてもらってると思うんですけど、まあ、その 250cc バイクということで、戻すと、もうね、この時期わかると思うんですけど、今日僕あの長袖 T、 これあの涼しい長袖 T の上に T シャツを羽織ってるだけで、めっちゃ暑いんですよ今日。さて 250cc の何がいいでしょうか。はい、答えはですね、エンジンが全然熱くないんですよ。この時期にね、もしね、ハーレーの1000、まあ、今何 cc あるんだ、 1800cc とか 900cc あるのかな、2000cc 近いんですけど、まあ 1000cc 以上のバイク乗ってみてください。もう渋滞で止まったらね、足つけないぐらい股下熱くなります。本当にハーレーとか股下が火傷するかぐらい熱いです。なので僕ね、もうまさに 250cc のメリットってこれですよ。エンジンが熱くないんですよ。エンジンの熱がとにかく熱くない。もうね、それにつきます。マジで リッターバイクね、夏場乗ってたらね、乗れないですよ。本当に熱くて、本当に何がいいのか分かんないぐらい熱いです。特に空冷ですからね、ハーレーとかは。で、特にあのね、最近になると涼しくなると思うじゃないですか、バイクって。いや、性能が上がってるから。違うんですね、昔のバイクの方が熱くないんですよ。というのはね、キャブレターとかでガソリン、やっぱりね、燃焼濃くしてガンガンガソリン入れてる方が燃費は悪いんですけど、要はね、ガソリンでエンジンって冷えてると思ってください。皆さん分かります？シリンダーの中にガソリンの量バーって送れば、当然温度は下がるんですよね。ですから、最新式になってユーロなんとかとかあるでしょ。要は規制があってね、燃料がめっちゃ薄いんですよ、排ガス出さないために。要は燃料薄いってことは、めちゃくちゃエンジンが発熱するんですね。なので最新機種になればなるほど熱いです。僕はもうね、ハーレーの、まあ、ハーレーって言っても当時10年前なんで、もう今は分かんないですよ。今は、今のミルウォーキー8とか分かんないです。もしかしたらなんか特殊なことになってるかもしれんですけど、し場合によっては半水冷になってるのかな、今ちょっと詳しくないんですけど、半水冷になって、ヘッドだけ水冷にしてるのかな、なんかそんな話聞いたことあるんで、もうそうなるともしかしたらだいぶ落ちてるかもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもね、暑いんですよ。僕がここまで長くしつこく話すっていうことは分かると思うんですが、暑いんですね、とにかく。今ね、止まってましたけどね、全然暑くないです、このバイク。やっぱりね、排気量ちっちゃいバイクの良さはね、とにかくね、そこです。夏は暑くないっていうことなんです。これめちゃくちゃ違いますからね、本当に。なので、初心者の人で買うときよくよく考えてください。で、試乗は夏やってみてください、一回。
分かると思います、その言ってる意味が。そして次、燃費がめちゃくちゃいいっていうことですね。やっぱりね、 250cc ですもん、そら分かるでしょ。燃費って考えたら排気量大きいバイクの方が燃費は悪いですからね、それは普通に考えれば分かると思いますけど。なのでこれ僕ネットとかツイッターでしか見てないんですけど、リッター系のスポーツバイクだと本当にね、タンクが150キロぐらいでリザーブのね警告灯をつくらしいんですよ。本当に200キロいかないぐらいで警告灯ついて、まあ本当にそれぐらいで入れとかないとまずいよっていう話を聞きます。でこのバイクですね、徳島の まあいわゆる香川県のあたりから約300キロで、自宅まで帰ってきました。でも、もちろん無給油で帰ってこれてます。でおそらくですね、僕の感覚で言うと300キロぐらいで帰ってきて、さらに20キロは多く走れたかな、350は走れたかなって感じですね。なので、300キロぐらいで全然余裕、まあ、高速でね結構回してたんですよ。7000回転ぐらいを使ってずっと走ったんで、やっぱりこの辺のトロトロ走行に比べるとかなりエンジン回したんで燃費は悪かったはずなんですけど、でも高速をほぼ全部使って自宅までですよ。覚えててください。香川県で若干30キロぐらいは高速までは下道走ってますけど、そっからずっと高速道路を乗って、自宅はね高速道路降りたら2、3分で着くんですよ。だからほぼ高速だけで帰ってきて、このバイク300キロ以上は余裕です。で以前こういう下道使ったツーリングで調査した時は350は余裕で走れてます。で燃料の残量を見た時の感覚で言うと400いけるかもしれんっていうぐらいですね。まあこれはエコ運転をしてです、エコ運転して400いけるかなぐらいです。でも350はいけるでしょうって考えるとね、まあ今時のバイク350キロ当たり前と思う人いるでしょうけど、なかなかですよこれも。結構リッターバイクでガソリン食うやつだと本当にね、ちょっとね山の中行くとね継がないと怖いっていうバイクいっぱいあるんで、特にハーレーでもあの大型タンクのは問題ないです。ツアラ系は問題ないんですけど、あのチョッパーとかにしてしまってタンクを8リッターぐらいのタンクにしてしまったら本当に遠くには行けないです。高速怖くて乗れないですからね。昔のスポーツターなんか乗って8リッターとか、弱のタンクだったらあの高速マジで怖いです。あの予備タンクは持って歩かないといけないね。なので、バイク買われる方はね、意外と燃費、航続距離、そしてやっぱりエンジンからの発熱っていうのは、相当、気にはされて、まあ、こういうのを見てチェックしていただいた方がいいと思います。やっぱりねインプレ動画ってね、あの試乗会とかでしか乗ってないじゃないですか。しかも山のワインディングでちょっとだけ道の駅の辺で乗ってるだけなんで、正直にあれ分かんないでしょう、あんなので。いや僕も思いますよ、多分このバイクを試乗した時と同じなんですけど、僕も試乗した時はやっぱりわーすげーって思ったし、あのなんか感動的な感じだけが残ったんですけど、でもやっぱりこれやってね、今何キロ乗ってんだろう、今2972キロ、2900キロ、まあ3000キロ近く走ってる、今ちょうどねだから3000キロぐらい走ってるんですけど、だいぶ分かってきました。うん、やっぱりね3000キロ走ればやっぱり分かってきますね、バイクの癖とか。僕は今のところ不満はないかな。だから不満が1個消えたね、めっちゃ大きい理由あるんですよ。後ろのねサイドバックつけたこと、小峰の安いですよ、1万3000ぐらいだったと思うんですよ。もうねこれつけて、あこのバイク最強と思いましたね。とにかく荷物がねあんまり気にすることなく
投げ込めるんですよね。でこれでねまず気楽になったというのがもう一番です。そしてねバイクとはちょっと今日関係ない話しますけど、まあ、今こうやってスマホつけてますよね。でこれを今 BCOM で耳にナビ飛ばしてるんですよ。ナビやっぱりいいですね。ナビがいい。ごめんなさいバイクの話と飛んで。でこれ今ね僕実はナビ専用のスマホなんですよ。ここもポイントです。ここのまで長い間見てくれた皆さんありがとうございます。結構ねポイント話すんですけど、僕iPhone 11 Pro 持ってるんですね。まあ11なんで別に自慢するような機種じゃないんですけど、11持ってます。ただ11つけません。なぜかというとうちの奥さんもうちの息子もバイクマウントしてカメラ壊れてるんですよ。これ覚えておいてくださいね。バイクマウントするとカメラ壊れますよ。これうちの家族2人壊しましたからもう分かってます。なので僕は11はバイクマウントはいかなるマウントを使ってもしたくないんでやりません。どんなに振動防止しようがどんなに高かろうが嫌なのでしてないんですね。その代わりですねこれ今 OPPO の A5 だったかな、OPPO のちょっと忘れしたんで後で入れますけど A5 かな、忘れました。その OPPO のこれね1万5000円か2万円しないぐらいなんですよ Amazon で。これねめっちゃ安いんです。でこれで格安 SIM を入れてやってます。実はね僕電話機は、ソフトバンクはね980円のホワイトプランのまま使ってるんですね。まだでこの中デュアル SIM といって2枚 SIM がさせるんで1枚はソフトバンクの電話通信用なんです。ですから月々1000ちょっとしかね課金されません。僕電話はしないんで全然着信だけです。もうどうしてもの時だけです。でまあ要は1000円であとは格安 SIM 使ってます。これはですね、まあ皆さん格安 SIM の宣伝してもしゃあないんで、まあ皆さんが別に格安の SIM 探せばいいと思うんですけど、僕はちなみに、ソフトバンクのプリペイドっていうのがあるんですね。ネットで売ってます。Amazon とかで。1年間、使い放題の、まあ例えば月100ギガいくらとか、月20ギガまででいくらっていうふうに SIM カード売ってるんですよ。それは、名前の登録もする必要もないしお金払ったら買える、いわゆる使い捨て SIM なんですね。それの僕は使ってます。これには20ギガ月20ギガバイトのやつ入れてるんで月々そんな高くなかったと思いますよ。月々で割ったら本当にちょっと1000円か2000円か安いんですね。ですからキャリアとかでもうめちゃくちゃなんかお金かけてる人は正直こういう電話番号いらない人はもう単純に格安 SIM のを挿した方がいいです。で格安 SIM でナビとかだけで使うんですよ。で普段は Wi-Fi 使ったりしてて僕は、でここに外に出るときは格安 SIM で十分なんで、これでなんか今僕は今は流してないですけど、Apple Music のサブスクもこのヘルメットの中で流してますし、ビーコンを通して流してます。Bluetooth で。で、しかも今このナビを Bluetooth で、道案内が耳の中で流れてるような状態です。で、これをゴムのマウントなんですよ、これ。これよく自転車とかで使うゴムのマウント。安いですね、1000円ぐらいで買えます。で、これね、使わないとき外すとハンドルスッキリなんですね。で、大半は使わないから僕ハンドルスッキリ。もうマウントをなぜつけないか教えますよ。マウントってつけてないときにつけとくと、カタカタ音するんですよ。ここでカタ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 ってね微振動して結構不快なんですね。なので僕やめました。原付とかねつけてます。要はそんなに振動させても問題ないんで。ただねこういうバイクでねカチャカチャ振動するのすっげー鬱陶しいんで、で僕はこれにしてます。でこれねそうそうこれなんですけど、四国からのね動画見てみてください。つけっぱなしですけど落ちてないでしょ。でしかもねこれいいことにめっちゃ振動するんですよ。要するに振動するので本体にダイレクトに振動が伝わりにくいんですね。ですから固定式よりもいいと思います僕は。でしかもねこれね
リングつけてるんですね、後ろに。よくあるスマホリングって言って落とさないためのあるじゃないですか。で、あのスマホリングつけると市販のスマホマウントつかないじゃないですか。わかります？なのでそもそもそれもあって付き合ってないんですね。で、これだとスマホのリングつけてようがケースが太かろうがつくんですね、ゴムだから。耐久性はわかんないです、もちろん。正味のところまだ半年ぐらいしか使ってないんで。ただね、こんな1000円のもん1年に1回買い替えたらいいじゃないですか。だって結構いいスマホホルダーって1万ぐらいしますからね。こんなの1000円で買って捨てればいいんですよ、ちょっと劣化したら。あのね、僕ねこれ超おすすめです、これいい。でこれあったらね、だってバイク付け替え簡単だし、で1000円ちょっとでしょ。で確かにね、バイクの人怖いと思うんですけど、僕からして僕今使ってる感じは大丈夫です。いや落としたらごめんなさい、あのすいませんけど 100% ねゴムが劣化しないは言えないんで。でもそれ言ったらスマホホルダーだって劣化して折れたら終わりですからね、外れたら。だからね、まあいい、スマホホルダー僕折れたこともあるし、一緒ですよ結局。そんなホルダーにつけて置こうが何しようが落ちるとき落ちるんで。ですから、めちゃくちゃいいです。でね、やっぱりこういう 250cc のね、ちゃんとしたバイク、ちゃんとしたバイクっていうちょっとあれですけど、僕チョッパー乗ってたんで、そもそもなんかね、こうハンドルにね、ちゃんとね操作系が全部くっついてるとか、ミラーが両方ちゃんとついてるとか、変な話ね、こういうちゃんとしたバイクって本当にいいんですよね。でカスタムってこういうとこ取っちゃうわけじゃないですか。こういうものをどんどん外してスイッチを股の下の辺に入れちゃったりとかして、僕のは全部そうなってました。ハンドルには何もついてないぐらい、そもそもクラッチワイヤーもつけてなかったですから。要は自転車よりもね、ハンドルの周りすっきりしてたんですよ。でもね、それの弊害っていうのは結局ね、ロング行ったりいろんなところで不便は不便ですね。いや格好はいいんですよ、格好はいいから。いや別に僕はもう、そういうバイク好きで何年、十何年そういうバイクを好きでやってきたんで。でもね、純正に勝るものはないですね、正直。本当に純正が一番やっぱり安心ですよ。で何か変えたらね、変えたとこから問題が起きるんですね。もうこれは長い経験で思います。純正の状態を変えてしまうと、そういうリスクが起こる確率が1個ずつ上がります。これはね、まあ、僕は今このブレーキとかクラッチレバー変えてますから、いやもしかしたらリスクがあるかもしれないし、これはまあいい、これは良かったですけどね。このビレットの、アリエクスプレスで買った安いビレットだけど、これはねめっちゃ握りやすいです。これはね変えた方がいいかなっていうぐらいいいですけど、まあ本当ね、純正全としてるバイクがね本当最高ですね。と言ってる間にね、もう岩国の方まで来てますよこれ。